こちらの男性は鳥取県大山町出身のプロサッカー選手、福留健吾選手です。ポジションは守備の要、ゴールキーパーです。今シーズンは元日本代表ゴン中山こと中山雅史選手率いる J3 のアスルクラロ沼津に加入し、ガンガールとも対戦します。はい、この福留選手、これまではほぼ無名の選手だったんですが、不屈の精神でプロの道をつかんだ苦労人なんです。今月4日、米子市のサッカーグラウンド、キャッシングとかで、はい、じゃあここ入ってもらってもいいですか。サッカー部の顧問と親しげに話すのは、鳥取県大山町出身のプロサッカー選手、福留健吾選手、29歳。身長1メートル85センチ、ポジションはゴールキーパーです。今シーズン、静岡県沼津市に本拠地を置く J3 アスルクラロ沼津への加入が決定していて、今年3月の開幕に向け地元でトレーニングに励んでいます。なかなかその練習の環境とかこう自分で確保するの大変だったんで、すごい協力してもらったんです。すごい助かりましたというか、まあ、すごい大きかったですそこは。はい、この日はトレーニングも兼ね、高校生に練習指導をしました。一番大事にしてるのはもう立っとくっていうこと。もう打たれる瞬間に絶対動けなくても立ってる状態で、もう体ごと持っていって当てる。例えば顔のところにボールが来ても避けずにもうこれバーンって上げてでも止める。止め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 って。最初めっちゃかなり成長しましたね。しかし彼がプロ選手になるまでにはこれまで長く険しい道のりがありました。福留選手は境港市の境高校出身。3年生でレギュラーになるものの、冬の高校サッカー選手権には出場できませんでした。まあ、選手権出たいっていうよりは、僕はどっちかというとプロになりたいっていう気持ちを強く持って高校生活をしてたんで。しかし、プロからのオファーはなく、関西大学に進学。そこでもトップチームでは一度もレギュラーを取れませんでした。大学卒業後の進路決断が迫られる中、福留選手が選んだのはなんと海外挑戦でした。それだったらもう一回自分もゼロからスタートできる環境っていうふうに考えた時に、やっぱり海外っていうのがこう浮かんできて、世界でもトップレベルのヨーロッパ、特にドイツっていう。ゴールキーパーの指導技術では世界トップレベルのドイツへ単身渡りましたが、雇ってくれるチームの当てなどなく、ドイツでのキャリアをスタートしたのは最下層ともいえる10部リーグ。いいです。はい、もうだから全然ルームシェアとかもしてました。海外挑戦に挫折し帰国する日本人も多い中、ドイツ挑戦5年目、福留選手にチャンスが訪れました。プロサッカー選手を目指し、ゴールキーパーの指導技術では世界トップレベルのドイツへ単身渡った鳥取県大山町出身の福留健吾選手。ドイツ挑戦5年目、ついにチャンスが訪れました。来シーズン、トップチームと契約したいという話をしてもらって、自分のサッカー人生振り返ると、そこがかなり大きいターニングポイントだったかなと。そこで初めてドイツという国で、初めてプロとして認められた。この年、ドイツリーグ4部のチームと契約。そこで各国の経験豊富な選手と触れ合うことで大きく成長しました。そして2015年9月、ドイツでの経験が評価され、J2 水戸ホーリーホックにシーズン途中から加入。日本でのプロ生活をスタートさせました。しかし、出場機会には恵まれず、シーズン終了とともに契約満了。去年1年間はチームに在籍しないままトレーニングを続けてきました。一人でやるんで、結構こう、まあ、孤独といえば孤独ですけど、去年1年間こういう取り組みを
結構集中的にやって、まあ、自分のこのキーパーとしてのプレーの向上っていうのがやっぱり自分でも感じられたんで。福留選手が去年1年間徹底的に取り組んできたのが筋力強化。それにはドイツで目の当たりにしたパワーの差がありました。やっぱり日本人と比べるとその一つのこのパワーの大きさがもう比較にならないくらい強くて、マシンでやるよりもこっちのダンベルとかでやった方がバランスとかも変わってくるんで結構きついです。倒れても倒れても何度でも立ち上がる、そんな福留のひたむきな姿をサッカーの神様は見逃していませんでした。今シーズン J3 初参入となるアスルクラロ沼津と契約を結んだのです。まあ、まずはこうスタートに立てたかなっていう気持ちが一番大きいです。今月2日、身も心も新たな気持ちで訪れたのは小学校のグラウンド。自分にとってはここのセリオってクラブが、まあ、サッカー始める、まあ、原点、まあ、年の初めをここでスタートできたっていうのはすごい、まあ、毎年すごい楽しみにしてますし、すごい良かったなと思ってます。この日は福留選手がサッカーを始めた小学5年生から2年間所属していたクラブチーム鳥取セリオ FC の初蹴り。久しぶりの仲間たちとの再会に笑みがこぼれます。このチームの後輩には J1 のサンフレッチェ広島で活躍する丸谷拓也選手もいます。本当にあの優しいですし、後輩も良かったですし。福留選手と対戦したい気持ちってありますか？ありますよ、はい、もちろんです。健吾さんはキーパーなんで、まあ、やっぱり僕は点を、健吾さんが点を取ることが大事かなというふうに思ってます。グラウンドで再会して、まあ、対戦できれば素晴らしいなと思いますし、まあ、対戦した時には絶対に点は取らせないと。再び J リーガーとなった彼に後輩たちもエールを送ります。うまいと思います。ボール投げるのも速いし、止めるのも上手だし、無失点で頑張ってください。久留選手も多くの試合に出て活躍してほしいです。ドイツでの経験を生かして、まあ、体も大きい方だと思うので、まあ、守備範囲の広いキーパーとして頑張ってほしいなと思います。地元の大きな期待を受け、今シーズンプレーするのはガイナーレ鳥取と同じ J3。まあ、地元の方にも自分のプレー見てもらう機会になると思って、ぜひ対戦するときには、まあ、スタジアムを見てもらいたいなと思います。おはようございます。出発ですか？いや、いよいよですね。いよいよ出発ですね。どうですか、こっちの。そして今月10日、いよいよ新天地静岡県沼津市へ出発の日です。背番号は1番です。まあ、1番ゴールキーパーとしてはすごくこう重みのある背番号になると思うんで、気持ちをしっかりとこう背負ってゴールを守れたらなと。何度倒れても立ち上がる不屈の精神でここまで来た福留健吾選手。チームの守護神の座獲得を目指し奮闘の日々が続きます。ガイナーレとの対戦も本当に楽しみですよね。はい、これ一つ訂正です。 VTR の中で J2